すげえ、このサーバー宝生マリンがいる。あ、どうも、停止室です。かっこ公式って書いてるから本物でしょ。やったやったぞ、みんな大人気 VTuber もやってる。なんか素晴らしい神ゲー、コールドウォーバンザイ。あ、俺ってピアでしょ。うん、よく言われます。いやー、休みの日に俺何やってんだろうまあまあいいや。はい、というわけでね、宝生マリンに負けないように頑張っていきましょう。いや、このゲーム有名人いっぱいあるよね。なんか昨日五木ひろしがいたよ。五木ひろしが、うん、で、あと飛鳥きららもいたよ。で、絶対出てくるのが橋本環奈。今回橋本環奈かにゃかにゃって言っちゃった。環奈2人だから、うん、いや、1人はカタカナで、もう1人は漢字でフルネーム。いや、恐ろしいゲームだ。有名人すらも虜にする神ゲー、それがコールドウォー。はい、というわけでね、やっていきましょう。どんなオープニングやねんこれグダグダか。ああ、戦車壊れたなんやこれやっていきます。さて、今回使っていく武器はこちら、タイプ63、まあ、DMR ですね。ベータ版唯一の DMR だと思うんですけどね。はい、こいつで武器散らかしていきます。そして宝生マリンのハートもバキューンと抜き散らかしていきましょう。はい、そこキモいって言うな。わかったな。おい、キモいのは俺が一番よくわかってる。うん、あ、だからもうコメントとかでキモいとか書かない。わかった？はい、オッケー。あ、しかしま、宝生マリンがクソよだれ出てきた。オッケー。はい、で二人目やっていくぜ。で、こいつなんかガチャガチャ言ってんだけど、なんやあれゴミ降ってきたぞ。まあいいや。あ、やばい、あ、死ぬか。まあいいや。で、こいつアルファと違ってかなり弱体化してます。アルファの時は正直、広めの砂漠のマップあったじゃないですか。あそこだとかなり使えたんです、ですが、うん、正直ね、ベータ版だとかなり使いづらい。あ、これ、戦車貴様おい、まあいいや。まあ話戻しますと、結構弱体化されてます。まあとりあえずメリットというか、その、相談数は上がったんだけど、5発ぐらい。そう、まず、レートが下がった、多分。うん。で、反動も上がってる。結構きついんですよ、反動。うん。だからね、ちょっと使いづらいかなっていうのが、まあ、初感想ですね。はい。いやー、なんかいるんだけど、まあ、待てよ。いや、この距離はいける。まあ、弱体化されたとはいえ、使えないわけではないんで、特にこういう、広いマップ。その、コンバインドアームズドミネーションとかね。まあまあ使えます。使えますが、まあ、その、倍率サイド欲しいな。等倍だとね、さすがにこいつの強みが、活かせないっていうか。来てるね。OK。うん。やっぱ使えないわけだよね。あと、早く倍率サイトをアンロックしたいんだけど。OK。まあ、2倍サイトをアンロックするのに、武器レベルか。武器レベル27まで上げなきゃなんないから、結構ね、しんどいんだよね。はい。まあ、仕方なく今は等倍でやってるけど。多分ね、等倍ついたら結構使えると思う。うん。だからまあ2倍以上かな、 1.7 倍とかさすがに何かいるかはい、まだきついと思う。まあ、2倍からかなり強くなるとは思うけど、ただ反動は上がっているから、それをどうコントロールするか。だから宝生はマリンに会えない。 OK。 これね、やってるほど芋とかあんま変わんねえんだよね連発できる芋だよ。はい、まあ、現状 M16 の劣化かなっていう感想なんですけど、まあ、つべこべ言わずにやっていきたい。そして、宝生マリンを俺の前に出せ。まあ、宝生マリンがお前。違うわ。誰だ、貴様。ああ、やっべえ。ちょ、待てよ。うん。宝生マリンは渡さん。味方ども、俺がキルする。どこや、あいつ。隠れたのはわかる、お前は。オッケー。さあ、リロードして。まあ、とりあえず、C も D も取れてるんで。うん、まあ、この得意なレンジを維持するだけでいいでしょ、俺は。いや、こいつでできることって限られてると思うぜ。うん、ぶっちゃけ、言っちゃ悪いが。すまんな。あ、やられたか。いや、ぶっちゃけね、ぶっちゃけっていうか、なんて言ったいっていうか、俺何言おうとしたっけ。あ、そうだ。これね、こいつ、過去作と違って、へしはアンパンじゃないですよね。それもちょっときつみがかかってる。昔のシリーズって、DMR へしはアンパンじゃなかったっけ。うん。まあ、せめてね、10メートルでもいいから、ヘッシュアンパン距離
欲しかったね。近距離がマジで終わってて、あのこいつ本当むず、え F なぜ F が取られる。え、どうしようこれ、脇は変わってねえな。もういいや、迷わするか。迷わしっていうか C も取られてるけどな。こいつで突っ込んでったら死ぬだろうな俺。いやダメや俺、宝石をマリに会うまで死ねんのや。すまんなみんな。うん、いるわ。まあ宝石マリンか、全然違うわ。どこがおんねん宝石マリン。ちょっと待てよ、来るか。まあ宝石マリンか、全然違うわ。同じやつばっかやんけ。なんかなんかこれベータ版とかってさ、なんか立ち回り固定されちゃうよね。うん、プレイする時間が限られてるから、あの無理やり自分の最適た、あ、最適解か、最適解だと思う立ち回りをねずっとやっちゃうんだよね。なんか遊べないっていうか。はい、というわけで、あぁなんだ貴様ていうか俺砲撃呼べんのやけど、砲撃これついてるよね少しと。これバグか、バグだな。どないやっとんねん、宝石マリには会えんし、うん、プンプン丸ですよ。負けたわ。まあ、ええわ。はい、というわけで、まあ、このマップにしては、まあ、普通のキル数と普通のデス数。はい、というわけで、彼も63だね。まあ、次のラウンドやっていきましょうか。はい。さあ、次のラウンド。これなんだっけ？そうか、あ、そうか、カルテルだ。マップ名。で、ここでできることっつったら、もう本当に一握りじゃない？この武器。いや、今作からヘッショバイリスがね、BO シリーズもついたんで、生半可な気持ちで頭だけ出して狙っててもすぐ抜かれるでしょう。まあ君はそう思うだろう。俺は相手してくれない、うん、彼は戦士ですね。俺のことなんかどうでもいいって、早くキルしたいと。わかりました、まあ、こういう距離は強いんだろうけど、やることっつったらこういうことじゃない、この武器で。これが限界だ。やべ、あ、やばっか、なんか変なところに落ちたな。一旦怖いよ、ここ下がろうぜ。一旦下がろう。で、こっから。ね。はい。いや、このレンジいいっすね。このレンジはもう SR 以外には負けないでしょ。いけそう。よっしゃ。はい。平和。新戦法。前線芋。前線芋とは。その名の通り。前線で芋。そう。いや、後方で芋るだけが芋じゃないですから。ええ。BF でもね、こういうやついますよね。なぜか前線で芋ってる。そして割と役に立ってる。そう。俺は絶対に D に合いかせる。こうやって防衛することによって間接的に味方の役にも立つ。でも拠点には入らない。なぜなら打ち負けるから。ね。はい。割とキル取れる。しかも。素晴らしい。うん。いやー、今日も部屋っすね。うん。ただね、敵にも頑張ってもらわないとちょっとトークが追いつかないっていうのが難点。はい、ザコダウン。いや、懐かしい名言ですね。いや、自分がダウンしてるやんけ。いや、体張ったな、彼は。体張って、俺にネタを提供してくれたの。一時の。いや、なんかすまねえ。はい。いや、来るのは分かってる。来てもいいんやで。フラバン投げたでしょ？はい、いない、いや、だから、OK です。あ、撃ってるの分かるよ。はい、どうも。あ、ダメか。ダメか。あ、ナイス、ナイスか、ナイスか。ありがとう。さすがに敵がちょっとね、力量差がありすぎるのか。いや、まさかのリス変換、リスコーデということで裏から湧いちゃい始めましたが、どうでしょうか。もうこのまま押し切ってもいいよ、俺が許可する。さあ、このレンジですね。このレンジを維持して、まあ、何度かやっていきたいが、はい、そこです。 OK です。はい、あ、いるね。待てよ、ちょっとやばいか。で、もう一人。いいぞ。はい。まあ、意外と使えんこともないな、このマップでも。こいつ。あれ、なんか腕見えてますよ。なんかすまねえ。あ、OK です。でも、あと、4チケ。もう終わるな、これ。5拠点取っとるやな。はい、というわけで。キルレ7。うん、キルレだけズバ抜けてる。俺、やったぜ。というわけで、まあ、使えないこともないことが分かりました。まあ、こういう狭いマップでも。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。